よかったら皆さんも歌えるところ歌ってください。あんたのこと私が一番怖いのは本気で怒ったお母さん、私が一番怖いのは改めまして、せーの、高倉圭です。よろしくお願いします。はい、ペンそうですね、ちょっと軽く自己紹介するとベースしおりちゃん、ドラムのあかりちゃん、ギターのあみです。よろしくお願いします。これは高倉家はガールズバンドで3ピースで一応同期バンドで年一いつも夏に組ませていただいてます。来年は夏と追い込んでみたいですね。さっき披露したのは目と目っていうバンドのあんたのことっていう曲です。ちょっとちなみに
一番怖いもの皆さんに聞いてみたいなって思うんですけど、じゃああかりちゃん何かありますか、一番怖いもの。私が一番怖いものは寝てる時に起きる地震が怖いなって今までずっと思ってたんですけど、でも昨日地震起こったらしいんですよ夜中に。でも私ぐっすり寝てて気づかなくて案外怖くないんかなって思って今怖いものなしです。ちょくちょくこれも先に言っちゃってる人いると思うんですけど、あのうちのお父さんめちゃくちゃ温厚なんですよ、本当に温厚なんですけど、あの唯一怒る時があって、瞬間であの私が白目をした時だけめちゃくちゃ怒るんです。それまでめっちゃどんな楽しい会話をしてても私が白目をした段階でめちゃくちゃ怒るので、ちょっとこれ言ったら見てるかもしれないからバレるかもしれない。見てるお父さん。ちょっとあの怒られちゃうから白目しちゃうとちょっと本家のね、そう本家高倉家です。私たちフランチャイズなんで一応。じゃフランチャイズ。チャオミはどうなの？私これまで意図せず視界の隅に現れる G ゴキブリさんが怖かったんですけど、昨夜変わりまして玄関の前にいるいつ動くかわからないセミが一番怖いです。怖いわ。昨日撮ろうとしたらめっちゃ跳ねちゃって、怖かった。パパっていつも出ました。皆さん知ってたら一緒に歌ってほしいです。 TikTok でね、そう回ったら可愛いかも。みんなちょっと踊りしてかかるけど、 TikTok 見てたらわかるかもしれない。あーやってるやってくれたら嬉しい。ワンツー